河野通直は、伊予国の戦国大名、河野氏の当主。河野道信の着難で、永正16年、父の死去に伴い家督を継いだ。天文9年には、室町幕府ご昇番衆に加えられる。自身に死死がなかったため、娘婿で水軍の当領として有能であった、村上道康を後継者に迎えようとしたが、家臣団の反発と、吉受の当主、通り、 ありと、家督継承問題で争ったため、道康と共に、ゆついきから、来島城へと退去することになる。その後、家徳を通り、ありの子通世に譲って、権力を失うが、通世の創生後には、河野家の実質的な当主の座に復帰する。なお、その後天文末期には、通世の弟である道信とも、家徳をめぐって争い、最終的には、 村上道康にも見捨てられる形で失脚したとする見方もある。この他にも、実は村上道康が、河野通説もある。なぜなら、河野氏が大東城に訪問した時期が、道康妊娠の時期と被っており、通直が道康の母を見染め、妊娠させたとすると辻褄が合うからである。近年の研究において道康と当主の座を争い、 従来吉受当主と言われてきた通世及びその弟である道信は共に通直の実施である可能性が高いことが証明されつつある。また、大統騒動と呼ばれるこの争いの背景には単なる家督相続争いではなく大内氏、大友氏、一条氏、天子氏、秋武田氏などが絡んだ当時の瀬戸内での権力闘争が 河野家内部での外交方針の対立という形で投影されたものと言える。西尾和美、戦国末期における河野氏権力と、来島道康、戦国期の権力と婚姻期を踏み堂、出版2005年。ありがとうございます。